はい、今日は人権について考えていきたいと思います。スクーユナイテッド FC 背番号2番本田拓実です。お願いします。スクーユナイテッド FC 背番号17番本優です。よろしくお願いします。人権って一言で言っても、なんだかよくわからないなって思う方も多いかと思います。そこで今日は、選手の方たちと一緒に、人権に関するクイズの答えを考えて、人権ってどんなことだろう、どういうふうに行動すれば人権を大切にできるのだろうと考えるきっかけになればなと思っております。それでは早速クイズを始めましょう。みんなで携帯で写真を撮りました。皆さんならどちらの行動を選びますか。それでは本田選手に聞いてみましょう。 A が正しいと思います。 B は SNS に勝手にアップしておいたよということで、いろんな人の目に触れる場所があってやっぱり写真写ってる人には許可取らないので撮るべきだと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、やはり自分の画像を SNS にアップしてもいい人もいれば、やはりアップしたくない人もいます。まあ、インターネットにアップするのはワンクリックですが、一度インターネットにより流出した情報は一瞬であらゆるところに、広まってしまう可能性もあります。インターネットを使う私たち一人一人が人権意識が持たなければいけないと思います。今日は、本田選手と本選手と一緒にクイズを通して人権について考えてみました。最後にお二人からメッセージをいただきたいと思います。自分がされて嫌なことはやっぱりしちゃいけないとか、されて嬉しいことはしてあげようとか、そういう気持ちが大事だと思うので、そういうのは意識してこれからも僕自身行動していきたいと思います。相手の立場に立って、しっかり考えて行動できるように、自分もこれから考えて行動したいと思います。はい、お二人から心強い人権メッセージをいただきました。福井県人権擁護議員連合会と法務局では SOS レターという子どもたちの悩みを手紙で相談できる便箋を小中学校を通じて配っています。またインターネットでの相談や電話相談もありますので、もし困ったことがありましたらいつでも相談してくださいね。それでは最後にキーワードを言います。思いやりです。他人事ではなく自分のこととして考え、思いやりを持って行動しましょう。このキーワードを福井ユナイテッド FC のホームゲームの受付でお伝えしていただくと素敵な人権グッズがもらえます。はい、それではお待ちかねの福井ユナイテッドの選手の皆さんによるサッカー教室を始めます。こんにちは、福井ユナイテッド FC の背番号7番畑中優希です。次はインサイドだけ、足の内側だけでリフティングをします。なるべく落とさないで足の内側、しっかり足を上げてリフティングします。今度は足の外側、アウトサイドでリフティングをします。できる人は右足左足交互に、非常に難易度が高いです。足首の柔軟性も大事ですね。今度は足の甲をインステップでリフティングしながら、地面で跳ね上げたところを見てもらって分かるように、跳ね上がったところを足をクロスさせてインサイドでちょっと上げると。今度は胸で1秒ほどストッピング、できる人は3秒ほど、膝股関節を使ってバランスを取ります。次はヘディングでストップします。さらに上級者向けのボールコントロール、リフティングした後首の後ろでボールを止めて1回腕立て伏せをして、2回して3回腕立て伏せをして、このまま
立ち上がってリフティングを続けます。できる人は何回もやりましょう。今度は正面から来る相手を置き去りにするフェイントの練習です。外側にまたいでアウトサイドで出るシザースと呼ばれるフェイントですね。今度はステップオーバーと呼ばれるフェイントで内側に大きくボールを触らずにトリックを兼ねてかけてアウトサイドで出ると。大きなボール、長いボールを蹴ろうとしているフェイントから軸足の後ろを通して相手を突破します。よくクライフターンと呼ばれているテクニックです。今度は足の裏を2回タッチして、ボールを相手から隠しながらターンするマルセウルーレットと呼ばれているトリックです。俺の真似をしてうまくなってくれ。